戦国の世を駆け抜けた天下御免の歌舞伎者、前田慶次が晩年を過ごした地、米沢。爆虐の友にして米沢城城主直江兼続とかの地を巡る。慶次殿。兼続殿、客人をお連れした。新体感エンターテインメント、ボイシネウォーク花の刑事米沢歌舞伎巡り。 NEC が最新の音響演出テクノロジーを駆使、ヒアラブル端末を装着すると、まるでその場にキャラクターがいるかのような実体験を楽しむことができます。花の刑事雲の彼方にの原哲夫と NEC の空間音響 MR がコラボレーション。旅路は刑事が眠る道盛善光寺から兼続が治めた米沢城跡へ。ナビゲーターは米沢観光大使角田信明。ではそろそろボイシネウォークを始めよう。キャラクターに命を吹き込む豪華声優陣。今から月見平で酒でも飲みに行くか。米沢城へよく来られた、歓迎いたす。 5G 時代に向けて子供から大人まで楽しめる、これまでに経験したことのない全く新しいエンターテインメントが今幕を開ける。この米沢をもっと好きになってくれたら嬉しく思う。楽しんで参られよ。新体感エンターテインメント、ボイシネウォーク花の刑事米沢歌舞伎巡り。